はい、えー、こんばんは、えー、聞こえておりますでしょうかどうでしょうこんばんは、聞こえますかあ、聞こえてますかはいはい。どうも、えー。はい、ありがとうございます。えー、とどうする家康、えー、22回のですね、えー、設楽原の戦いを、まあ、解説したいと思います。でまあ 三段打ちやってましたね <laughs> あの三段打ちやるかどうかっていうのが、まあ、一つ見どころだったわけですけどあの、まあ、三段打ちは実際やっていたと。で三段打ちただちょ,っとちょっと最初にお断りしとくんですが、えー、っとちょっと流しの合戦はですねあの内容が多いので話すべき内容が非常に多いのであのちょっとですね 三段打ち論争三段打ちあったのかどうか論争みたいなのはちょっと第2部でやることになるのかなという感じですねあのメンバー限定のね第2部でやることになるかなというふうに思います。でえー、とまあ戦のね長篠合戦のまあ大まかな経緯みたいなところを第1部でお話しすることになるかなというふうに あそうですね射撃手と装填手が分かれてるみたいな書き方になってましたね。はい玉込役もいたように見えたので、折衷枠。あそうかもしれませんねそう。分担作業みたいな感じになって、近代軍隊 <laughs> そう、近代軍みたいな感じでしたね。あんなにうまくやれるのかなとかってちょっと思いましたけど。はい。三段打ちからの順次打ち。そうですね。多段打ちみたいな感じになってるのかなって感じですけど。 打ち終わった鉄砲手渡してる例とかもありましたね。まあちょっといろいろと、まあこれならできるかなみたいなの可能かなみたいなのをないろいろ模索して作ったっていう感じがいたしますね。はいはい。そう、なんかまあだから実際に散弾打ちって現実にやろうとしたらどうやるんだろうっていうのをいろいろとシミュレーションしてみたっていう感じですね。戦,戦国自衛隊ね。 はい、はいはい、であそのそう鉄砲の数あのなんかね武田軍が鉄砲船長って言ってて実際は三千丁でしたみたいな感じで秀吉がねドヤ顔で言ってましたけどあの船長と三千丁っていうのも「あの新潮後期」の写本で、まあ、船長と。 っってててて書書いいいるるののと三千あるのがあがみたいなそれで船長なのか三千長なのか論争みたいなのがあってまあ多分それを意識してなんか武田はなんか信長船長を持ってるとで実際は三千長だったみたいなまあそういう話なのかなというふうに思います。で最初だけ正社であとは自由発射ではないかというのを「歴史探偵」でやってたあなるほどねまあそまあ確かにね。 そうかもしれませんだからまあちょっとその辺を意識して書いたのかもしれませんね。はいそうそうなんか機銃奏者みたいな感じになってましたね。なんかね第一次世界大戦とかのね機関銃で撃ったのかなみたいな状況になってましたけどはいとりあえずちょっと乾杯したいと思います。あそそうそう佐久間 佐久間が失脚しそうな失脚フラグがもうすでに立ってましたけど断片的映像を見てお前らスキー脳内奉脳還内しろ山形殿も強かったですね本当にねちょっと塹壕戦みたいな感じだったですねそうだ近代軍の感じですよねやっぱりね一斉射撃みたいな感じでねついてこい佐久間 はいえー、とじゃあちょっと乾杯したいと思います乾杯あ七之助がね七之助なんかいじめられて喜ぶみたいな状況になってましたけど「信康事件フラグの裏で立てられる作務失脚フラグ」そうですねでなんか結構いろいろ面白いのが <laughs> 秀吉秀吉が若かったですよね人がゴミのようだみたいな感じになっててねめっちゃサイコパスっぷりが発揮されてましたね <laughs> そうそう酒井忠次に何か死亡フラグ立てんなよみたいな感じになってたのも面白かったですね死ぬな死ぬなって言われると死亡フラグ立つだろうみたいなねであ,あとさあと個人的に面白かったのがあのダチョウ倶楽部のギャグが入ってたじゃないですかあのねあの飛びガス山砦を攻略するっていう時にさあの わ私がやります私がやりますみたいな感じでさあのねやってで最後にね家康がさ徳川がやりますみたいな感じでじさどうぞどうぞどうぞ,どうぞ <laughs> あれあれダチョウ倶楽部ですよねあれどうぞどうぞ <laughs> あれめっちゃウケたんですけど <laughs> どうぞどうぞって <laughs> もう言ってんのと一緒でしょあれ <laughs> もう手出してたしさ手差し出してたしどうぞどうぞみたいな感じでさ いや、なんかね、ちょっと面白かったですけどね。ちょっと上島竜兵さんへのリスペクトを感じましたね。ツイターでもダチョウ倶そうですね。あれ絶対ダジオクラ楽でしょ <laughs>。最後は信長もやってましたよね <laughs>。はい。え、まあ、それはともかくとして。はい。えっと、まあ、とりあえず、クルリンパー出てこないと思うけど。え、で、まあ、それはともかくとして。 えっと、本題に入っていきたいと思います。で、あの、資料、えー、また資料を用意しましたので、えっ、ー、と、ちょっと画面変えたいと思うので、声聞こえるかどうか、えっ、ー、と、また教えていただければと思います。はい、えー、どうでしょうか。えー、聞こえておりますでしょうか。 あ問題ないですか大丈夫ですかねはいはい、はいえー。ではちょっとやっていきたいと思います。はい。で、えー、まあ流しの合戦ですけれども、このそもそもですね、この、まあ、三段打ちというのが、まああのね、要するに信長の織田軍の,その鉄砲隊の活躍というのが、 まあ、すごく強調されるんですけど、ただ、やっぱり。実際にはかなり重要なのが、やっぱり鳥がす。飛鳥山鳥で、飛鳥山鳥での攻略っていうのが、やっぱり非常に大きくて。で、まあ、その時点でも、織田、徳川の優位はほぼ確定してたと言ってもいいわけですよね。飛鳥山鳥で、飛鳥山鳥でを攻略して、長篠城を解放したと。 長篠城を救出に成功したっていう点でもう織田徳川の優位はほぼ確定してたっていうところがあってここでもう作戦勝ちっていうところがあるわけですねちょっとその経緯をちょっと見ていきたいなというふうに思います。で,でまあやはり一番根本になるのはやはり長篠勝天の一番根本資料になるのは新潮朝後期と。 いうことになりますで、えー、まあちょっと読んでいきますと、えー、まあちょっと略しまして5月14日岡崎に至りてご着陣、えー、つまりのすなわち信長様が岡崎に着陣されたってことですね5月14日で、えーまあ、次の日、えー、ご登留、えーまあ翌日は岡崎にご登留されたってことですねででまあ中略がありまして 中略しまして18日押し詰め設楽の郷極楽寺山に御陣をいさせられということで18日に敵に迫るまあ敵に接近つまり武田軍に接近して設楽の郷の極楽寺山に本陣を置かれたってことですね。でまあ極楽寺山どこかっていう問題もあるんですけれどもあのまあ どこが極楽寺山にあたるのかみたいな問題もあるんですがまあかなり後方だったのではないかというふうに考えられております。でこれが結構重要なわけですね信長が実はかなり後ろの方に陣取ったってことがあのかなり重要。でさらに信忠も結構後ろですね勘九郎殿信忠新御堂山に御陣取りってことで。 まあ信忠も結構後ろの方に布陣しているということですね。で、ではさらに重要なのが、新御堂山かな、えー、カンクロー殿の新御堂山に御陣取り、これもかなり後ろの方で,で、このあとさらに重要なのが、茶臼山説を取ってましたね。でも、いずれにせよ後ろの方ですよね。あの でこのあと「慎重後期」で重要なのが「あの設楽の号は一段地行くぼきところに走ろうと」と敵方へ見えざるようにだんだんに5人数3万ばかり立ち置かれるというふうに書いてあってつまり設楽の号は地形がくぼんでると一段くぼんでるということで,で低くなっているってことですね。で でここにその敵に武田型に見えないように3万ばかりの軍勢を段々に配置したっていうふうに書いてあるわけですね。でこれが実はかなり巧み、えー、信長の巧みな戦術なわけですね。でその竹原さんも言ってるようにどうも勝頼は武田勝頼はこれを見て信長が臆してると。 いうふうに見たようです。で、あの武田勝頼が、えー、合戦前日に駿河の今福長官祭っていう人。 えー、上司する、駿河の、久能城の城主の、えー、今福長官斎というと、えー、人に書状を出してるんですけれども、まあ、そこで。あの、信長がビビってるみたいなことを書いてるわけですね。あの、信長家康、後ろ詰めのため出張候といえども。さしたる義なく退陣に及び候というふうに言ってて。だから、まあ、長篠城救援のために来たのに、あの。 長篠城を救援のために来たのに後ろの方にいて長篠城を救うために前に出てこないと仕掛けてこないということですね全然攻撃を仕掛けてこないとでだからまあどうも大したことないというふうに、えー、腰抜けであると臆してるみたいなことを勝頼は言っててで無に彼の陣へ乗りかかり信長家康両敵ともにこの度本意を説くべき地ということでなんか信長 ビビってるみたいだからこっちから仕掛けてやるみたいなことをあの勝頼は言ってるわけですね。そうです昨日の後ろ詰めが出てるなのであのつまり、まあ、勝頼はどうも信長はまあい,やいや出てきたみたいな感じにあの受け取ったわけですね後方の方に、えー、いると。 でしかもなんか信長は兵力がたくさんの大軍で来たっていうのがわからないように兵を隠したわけですね。くぼ地に隠した。で大軍がいない大軍できたわけではないっていうふうに、まあ、偽装したわけですね。でそれによって、まあ、兵力が少なくて、えー、兵力が少ないのでちょっと武田と戦うのは自信がないっていう状況だと。織田軍はそういううういい状況であるとふに 勝頼はどうも判断ししたらしいでこの結果あの勝頼としてみればこっちから仕掛けた方がいいのではないかっていう判断になるわけですね。でつまりまあ今は兵力少ないかもしれないけどまあおいおい増援部隊が援軍が出てくるかもしれませんので,でそうすると造園部隊が来る前に、えー 打撃を与えた方がいいとこちらから仕掛けて打撃を与えた方がいいというような判断にもなるそうだからあのチャット欄にもあるようにどうも武田方に攻撃させるためにわざとあの兵は少ないように見せた可能性があるわけですねでしかも後方に陣取ってえ臆してるように見せたで実際信長はあの 戦い長篠合戦の段階では、えーまあ、ドラマでも描かれてましたけれどもあの家康のいるあの高松山まで、えー、出張ってくるんですね信長はだから信長は後方に陣取ってたんだけど戦う段になって前線の高松山まで出てきてるわけですなのでだやっぱり偽装だったと思うんですよね信長てしてみれば あの、臆してる。で、兵が少ないっていうふうに見せかけて、武田の、あの。を誘い出そうという、まあ、そういう。作戦だったのではないかって感じ。そう、高松山最前線なんですよ、だから陣頭指揮取ってるんですよ、最終的にはね。だから、やる気満々なんだけど、最初は。あの、後ろの方に陣取ってたってことですね。 はい、で,で,、まあ、で先人は国衆のことに揃う間家康公・転光坂の上高松山に陣をかけさせられってことで、えー、先人はあの国衆、まあ、この場合国衆って言っても別にいわゆる大名の下の国衆ってことではなくて、まあ、その国の武士地元の武士って意味だと思いますけど。 だからまあ三河の国での戦いですのでまあ三河の家康が先陣を務めると先陣を務めるのはその国の武士であるというのがまあ習わしであるということですねなのでまあそれに従って家康がコロミ光坂の上の高松山に陣をかけられたとで滝川左近羽柴東吉郎庭五郎左衛門両三人さえ尽きて同じくアルミバラへ打ち上げということで滝川一政羽柴秀吉庭長秀の三人は同様に アルミ原に登りでこのあとちょっと省略しましたがこのあとまあ武田勝頼に向かって東向きに布陣したみたいなことが書かれてますま。ここれが最前線ってことになりますねで家康と滝川の陣地の前に馬を防ぐ策いわゆる馬防策を設けたというようなことがえまあ「志朝後期」にはこのあと書いておりますね。 で,でだからでやっぱりこれは武田勝頼の失策だというふうに織田方は思っていたわけですなわち武田四郎川を前に当て飛びの巣山に取り上げ、えー、巨人ソーラー婆と何、えー、ともなるべからず走ろをということでつまり武田勝頼がですね川を前に当てて えー、飛びのす山に登って布陣してれば何の問題もなかったとつまりどうしようもなかったということですねつまり勝頼が、あのー、守りに徹してですね、えー、前に出てこなかったら信長としてはどうしようもなかったと、えー、ところが勝頼は前に出てきたってことですね。えー、流しの絵は、えー、攻め七頭差し向け 武田四郎滝沢川を打ち越えアルミ原30丁ばかり踏み出しってことで長篠城の攻撃に7人の武将を残し勝頼自身は滝沢川を越えてアルミ原を30丁まあ約3キロばかり進んでまあ前に谷を谷を前に当てて甲斐信濃西光月の尾端駿河州東東美州 3州のうちつくでダミネ部籍州をくあえ1万5千ばかり13所に西向きに内向き備えということでまあ1万5 0ばかり総勢1万5千ばかりで13か所に西向きに布陣したと。で、えー、互いに陣の淡い20丁ばかりに取り合い候うと。えーまあ、両軍の間隔は 20, 20丁約2キロぐらいであったということですね。 でこの度間近く寄せ合い候浪と天の与うるところに騒い間ことごとく討ち果たさるべきの胸信長御案を巡らされってことでこのように武田勝頼がですね接近してきた前に出てきたと打って出てきたっていうことはこれは絶好のチャンスであると。天の与えてくれた 絶好の機会であるからまあこれを武田軍をこの機に全滅させようとえいうことをまあ信長様はお考えになられたということですね。でだからまあやっぱり信長としては誘い出したっていうところがまあ,あるんではないかということですね。 はい、で,でお味方一人も破損せざるのようにご権威を加えられってことで、まあ、信長としては味方に一人も損害を出さないと味方の犠牲を一人も出さないようにということで、えーまあ、策を考えられてであの堺左衛門の女を、えー、召し寄せられ 家康公5人数のうち弓鉄砲しかるべき陣を召し連れ、えー、ってことで、えーまあ、堺左衛門之丞堺忠次を呼んで、えーまあ、徳川軍の、えー、中から弓や鉄砲の上手なものを選抜した2,000人ほどの,ほどの部隊をまあ編成させてで堺左衛門の丞を大将としてと、まあ、忠を堺忠次を大将としたと。 でえー、2,000ばかり並びに大馬回り鉄砲500丁でまあそのさ徳川勢2,000プラス堺忠次が率いる徳川勢2,000プラス馬回り、えー、信長親衛隊の馬回り鉄砲500丁、えー、信長親衛隊の鉄砲隊500人に、えー、金森五郎八これは金森長近ですね、えー、佐藤六左衛門青山新七親子 加藤一左衛門御剣士として愛想得られということで、えー、まあ金森長力を軍艦としてつけて、えー、都合4,000ばかりにてと合計4,000人ほどの部隊を編成させたということですね。でだか,かなり かなりのの大部隊隊別動隊の規模がかなりででかかったんですよ、ね、だこれだけの規模の別動隊を引き抜いたしかもかなり鉄砲隊を出したっていうことでこれはまあかなりの大胆な賭けといえば賭けってことになるわけですね。でこの別動隊が迂回して飛びの巣山の方に行くわけですね。 長篠の上飛の巣山へ5月21日辰野国取り上り旗頭を上げ時を上げ数百丁の鉄砲を放ちかけということで、まあ、21日の辰野国、まあ、午前7時から9時ぐらいに長篠の上に長篠城の上にある飛の巣山へ上って旗を上げて時の声を上げて数百丁の鉄砲を打ちまくると。 でだからかなりの規模の鉄砲隊を連れてったっていうところがこれもまあ,あの飛びの巣山取りで攻略の、まあえー、ポイント攻略できた要因成功の要因というふうに言えるかと思いますがで、えー、攻め衆を追い払い長篠へ一手になり、えー、敵陣の小屋小屋焼き上げて籠城の者たちまち運を開きっていうことで、えー、まあ城攻めの 敵兵武田兵を追い払って長篠城の味方と一緒になって敵軍武田軍の小屋を全て焼き上げたとでそれによってまあ長篠城に立てこもっていた者たちはみんな助かったってことですね奥平たちは助かったってことですねそう一,一歩間違えれば戦力分散の可能性もあったわけなので、まあ、これだけの規模の別動隊を、えー、抽出して抜き抽出して 動,いた動かしたっていうのはまあ一つの賭けだったんですね。で,でまあその結果七頭の攻め衆安のほかのことの間敗網をいたし蓬莱寺さして敗北いたすということでその一,方一方七人の武将が率いる武田の攻め側ですね北条軍はまあ まさか別動隊に攻められるとは思ってなかったので案の他のことということでまあ想定外思いもよらなかったということですねそれで敗毛をすると敗毛っていうのは戸惑うってことなんでまあパニック状態になったわけですね想定外の事態が起こったことでえパニック状態になって法来寺の方に向かって敗走したっていうことになるわけですねなのであのやっぱこの富の巣 山をはじめとする武田の付白軍を攻略したってことが非常に大きかったですねこれによってまあ武田軍はまあドラマでも描かれていたように武田軍は前後を挟まれる形になるわけですね前に前方に武田徳川の連合軍がいてで後ろに坂井たちの別動隊長篠城の,方の連中が いるっていう状況で前後挟まれる状況になってしまって、非常に厳しい状況になった。で、えー、まあ前方の武田、武じゃない前方の織田徳川連合軍にまあ突撃した結果、まあ鉄砲の餌食になったというのが、まあ流しの滑ということになるわけですね。 ででちなみに、えー、ドラマでは何かあの全然あの言及がなかったですがあの、まあ、三河物語ですね三河物語ではどういうことが書かれているかってことなんですけど三河物語はですねこれはまあなんかいかにも大久保彦左衛門らしいって感じなんですけれども あのなんか長篠合戦の全体の状況長篠合戦の全体のこう戦況というか状況についてえ全体の流れのことはほとんど書いてないんですね長篠合戦について。長篠合戦あの武田がどう動いて織田徳川連合軍がどう動いてどう勝ったかみたいなのが三河物語で見ると全然よく分かんないんですよ。で じゃ、流しの、あの、三河物語で流しの合戦っていうのはどういうふうに書いてるかというと。結局、大久保、大久保家がいかに頑張ったかって話を延々と書いてるんですね。えー、家康の手は大久保七郎右衛門、同じ、えー、同じく自衛門、えー。この兄弟のものを差し支えされければ、兄弟の者どもは敵味方の間に乱れ入りて。敵かかれば引き、敵の気ばかり。 敵のけばかかり、大きい人数を2人の罪につきて取って,取ってまま、取ってまわまわしければと、えー、いうことで、えー、まあ家康の、えー、軍は大久保忠え忠助の兄弟を出陣させたとで。兄弟は敵味方の間に乱入して、敵が攻め寄せれば引き上げ、えー、敵のけばかかりですね、すみません、敵かかれば引き、敵のけばかかると。 だ敵が攻めてきたら引き敵が抜く敵が退却すれば攻める。でで大勢の人々まあ二人の才二、えー、人の罪采配ですね二人の采配で見事に、えー、動かしたと。で,で信長これをご覧じて家康の手前にて、えー、金のアゲハの蝶の葉と金のアゲハの蝶の葉と アサギの穀持ちの指し物は敵かと見れば味方また味方かと見れば敵なり参りて敵か味方か見て参れと仰せきればということで家康の軍の前方で金のアゲハの蝶の羽とアサギの穀持ちの指し物をしている武者がいると。でそれは敵かと見てると味方味方と見てると敵という形で、まあ、敵味方の間をこうさっ、えー、と出入りしているわけですね。 で,でだからどっちか分かんないと敵の方と味方の方はあっちこっち行き来してるんで敵か味方がよく分からないのであの見て行って敵か味方が見てまいれというふうに信長がおっしゃったのでまあ家康のところに使者が行ってですねあれ敵なんすか味方なんすかってことでえー 家康へ参りてこのよし角と申しければということで家康のところに使者が行ってあ,れあ,のあそこでなんか前線でですねなんか敵と味方の間を行き来してなんか活躍してるやつらどっちなんですかと徳川なのか武田なのかと敵なのか味方なのかというふうに聞くといやいや敵にはあらず我らが不代久しき者金の揚げ葉の長の葉は大久保七郎右衛門と申して国持が兄にて候ということで。 いいいやいや敵ではないと私の譜代として長く仕えているものですと、えー、金の揚げ葉の指物をしているものは大久保忠世といって、えー、穀持の指物をしているものの兄にあたるとアサ木の穀持は大久保自右衛門と申して蝶の葉が弟にて候ということで、えー、アサ木の穀持の指物をしているのは大久保忠助といって蝶の羽の指物をしているものの弟であると。 ということになってるわけですね <laughs> セリフが漫画の人物紹介確かに説明的すぎますよねこのセリフ <laughs>。でっていうふうにまあおっしゃる。でまあ使者が急いで立ち返って急ぎ立ち返りこのよし申しければということで使者が急いで立ち返ってこのことを申すと信長貴こしめしてさても家康は良きものを持たれたりと。 信長お聞きになって「さても家康は良い家臣を持っている」と「我は彼らほどのものをば持たぬぞ」と「私も彼らほど優れた家臣は持っていない」と「信長にも織田家にもあんな優れた家臣はいない」と「この者どもは良き公約にてあり」と「彼ら大久保兄弟は良い公約である」とすなわち「敵にべったりと尽きて離れぬとる」とせ大りと「敵にべったりとついて離れない」と。 っていう風に言ってて、そう対局は全然どうでもよくて <laughs>、あの奥坊一族の活躍さえ書けばいいっていう感じなんですよね。だ、これ三河物語の性格がよく出てるって感じで、そう説明が異常にくどいんですよね。こんなに詳しく書かなくてもわかるよって感じなんですけど、で、でともかく公約だって言われたっていうなんかね、ことになってるわけですね。 ベタっとついて離れないみたいなね。彼らは公約であるみたいな感じななんかね。<laughs> そういうなんかねなんかこう誰がうまいこと言えと言ったみたいなような状況になってるんですけど。で、でまあそんな感じでなんか三上物語を見ると大久保兄弟が前線最前線で大活躍したってことになってるわけですね。全体の状況はよく分かってないというかなんか 関心もないのかもしれないともかく大、えー、久保兄弟が最前線で活躍したっていうことをすごくくどくどと書いてるってことですね色 <laughs> 男ではなくてサロンパス <laughs> 確かにねで、えー、であともう一つあの重要なので、えー、オースガキという、えー、資料があります これは徳川家臣の大菅氏の家父なんですけれどもこれでも長篠に関する記述があります。でえまあ前略でえはいちょっと略しまして「5月18日敵人七八丁を相隔つる へあ敵陣七八丁相隔て陣取り申しそうろうということで5月18日に敵陣から七丁八丁隔てて陣を取ったとで同じく20日の晩堺左衛門の城大将軍にて松平周防をはじめ東三河の州参るとだこれ別動隊の話ですね。坂井忠次が大将となって 松平忠次をはじめ東三河の衆の者どもを率いて21日の朝敵の付け城を飛びのすと申すところ乗っ取り申しろうということで、えーまあとえー、敵の付け城である武田軍の付け城,城である飛びのす砦を乗っ取ったと。でちょっと中略しましたけどこれねまあ中略部分何が書いてあるかっていうと一回。 えー、乗っ取ったんですけどその後武田軍に取り返されてでさらにもう1回、えー、堺が飛び,の巣砦飛びの巣山砦を、えー、占領したっていう風に、えー、大須賀家には書かれていてなんか結構苦戦したってことが分かるんですねだから飛びの巣山砦を1回占拠したんだけど武田軍に取り返されてさらにもう1回やって 再占領したみたみいな感じでかなりの激戦だったということが分かるわけです。で勝頼総人数を払い大手係かかり申し候ということで勝頼は全軍を率いてですねえ大手え徳川を前面のですね前にいる徳川織田徳川連合軍の正面に攻めかかったですね。で 信長の5人数皆柵のうちに引きこもり、えー、1人も出でもさず候ろうところにということで、えー、信長軍織田軍は全員、えー、馬防柵から出なかったということですねで1人も出なかったとで柵の中に引っ込んでいたとで遠州三河の州5,000に足らざるの人数柵の外へ出馬5八とにて出でもさず候ろうゆええー、上下勝ち、えー、にて出で ってことですなわち遠み三河の衆すなわち徳川軍の五千足らずですね、えー、五千足らずの徳川軍が馬防作の外に出たんだけれども、えー、馬は五法度であるということで馬に乗って、えー、戦うことは禁じられていたってことですね。でその結果、えー、身分の高いものも身分の低いものも 身分の上も下もえみんなその馬に乗らずにえ勝ち立ちですねえ徒歩でえ出陣したと出撃したということですね。で入り乱れ五合戦始まりそうろうということでえ。でえー まあそれでまあ入り乱れてえ5合戦になったとえいうことなわけですね。結構うんそうですねドラマでは円形ワンカットだけのシーンが実は正念場であったしつこく死ぬなよって言われたのも納得の奮闘ぶりみたいなねそう高井忠次の見せ場が省略されちゃってましたねなんかえびすくに終わってしまいましたけれども。 であのー、ちなみにですね、あのーまあ、攻略しちゃいましたけど、えー、このあとね大須垣のこのあとによるこのあとのところを見ると「大久保忠忠兄弟が戦、えー」戦,みえ戦みっていう風な感じでえつまり、えー、軍艦ですよね。 えー、つまり戦の状況合戦の状況ですね、えー、つまり誰がどんな手柄を立てたかっていうようなそういう状況把握のために大久保兄弟だけはあのー、馬に乗ることを許されていたと。馬に乗って上から見下ろすっっててことでしょうね馬に乗ってこう全体を見てこう迅速に移動したりしなきゃいけないから戦、えーまあ 戦の,あの戦全体の状況を把握するために大久保兄弟だけは馬に乗ってたとだからよく目立ちましたみたいなことが大須垣には書かれてるんですよね。そうするとあの大久保兄弟はだから戦の状況を監視する、えー、観察するのが仕事だったわけですよね大須垣によれば。ってことはですね <laughs> あの、まあ、大洲楽器に従えばってことなんですけど、大洲楽器が正しいとすると。あの、大久保兄弟がやっぱ最前線で、華々しく戦ったっていうのは、ちょっと考えにくいっていうことになるわけですね。だって、自分が戦ってたしょうがないじゃないですか。あの、戦全体の状況をきちんと見なきゃいけないわけですから、まあ、目立ってたのは間違いないということですね。 目立ってたのはそうなんですよだからあの目についたのは間違いない大須賀家によってもねだからあのみんなあの徳川軍はえ馬から降りて戦ったのに大久保兄弟は馬に乗ってこう状況を把握していたのでだからまあ目立ちましたみたいなことが書かれてるわけなんだけどなんか最前線で戦ったっていうのはちょっと怪しいという感じになる気がするわけですねはい。 まあ、そんな。状況でございます。冷静に見るべき人ががっつり戦ってるっていうのは、ちょっと考えにくいかなっていう感じになる。目立つって意味が違うだろうって、その軍艦はとても重要な仕事ですよ。軍艦はとても重要な仕事なんですけれども、あの、だからまあ、そう書けばいいのにという気もするんですけど、なんかこう、公約であるみたいなね。べったりついて離れぬみたいな。まあ、そんな話になっている。 いうことでございますはいででいでよいよ突撃して織田の鉄砲が火を吹くぜみたいな話になるわけなんですがちょっと、えーね、もういい時間になってしまいましたのであの、まあ、そう軍艦だと華々しくないから持ったのかもしれません。で 軍艦が自分自分身を承認する <laughs> それはちょっと考えにくいと思うんですけどね <laughs> やっぱ最前線で戦っちゃダメだろうって感じがするんであのでまあともかくえっといよいよね三段打ちはどうなるのかと織田軍の鉄砲火を吹くぜって話になるわけなんですがちょっとその話をしだすとめっちゃ長くなってしまうのでそれは第2部でお話ししようと思います。はい あなので、えっ、ー、と、すいませんね、あの、町人の方は、申し訳ないんですけど、ここでお別れということになります。えー、来週もまたよろしくお願いいたします。で、えー、メンバーの方、ご家人以上の方は、えー、この後、引き続き、第2部でですね、三段打ち問題について、えー、ちょっと、お話ししようかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。後半へ続くということで、 えー、よろしくお願いいたします。はい。あ、なんかご懸念になってくださった方がいた。<laughs> ありがとうございます。ご家人になるよっていうなんか圧ではないんですけどもありがとうございます。はい、どうも、えー、それでは、えー、引き続きまあ、あの10分後15分後ぐらいにえー、まあ、22時ぐらいからね。やろうかと思いますので、えー、引き続きお願いいたします。 ありがとうございますそれではとりあえず一旦お別れですさようなら